ら、やっほっほー、みえです。はい。はい、ということで今回は、じゃーん、みえの夏服購入品紹介でーす。イエーイ。こんなにたくさんお買い物をしてしまいました。季節の変わり目ということで、本当にめちゃめちゃ洋服が届いたので、こちらを紹介していきたいと思います。多分だいたい総額15万円分ぐらいになってるのかな。やばすぎ、買いすぎ、いや、もうやばい、やばいですね。まあけど、やっぱ夏を楽しむためにはおしゃれが大事な私なので、可愛い洋服たくさん紹介したいと思います。ということで、せーの、それでは早速いくよ。ポッポー。はい、ということで1着目がこちらのキャミワンピです。これはね、もう本当にミユおなじみダブルクローゼットのティアードキャミワンピで、もうほんとこれは白、茶色、ピンク、ピンク、ちょっと待って、やばい、これで6色目です。頭おかしい。同じ形で6個このキャミワンピを持ってるんですけど、本当に着やすくて形も綺麗で、めちゃめちゃお気に入りで6色買いです。今回はこんな感じでドットの柄を選びました。でもドットなんだけど、ただのドットじゃなくて、生地にチェックが入ってるから、これも夏っぽくてめちゃめちゃ可愛いし、生地もちょっと毎回生地一緒なわけじゃないんだけど、ちょっと今回は薄めな生地で、ちょっとシフォンっぽい生地な気がして、これも可愛いです。可愛すぎですね、これは間違いないキャミワンピです。後ろで調節ができて、これ低身長でもこれぐらいの長さで着れるのがめっちゃ推しポイントです。間違いなくおすすめです。はい、で次が T シャツですね。こうやって首元にこうやってやってるやつ、もう何それって感じなんですけど、こういうやつがミユはすごい欲しくて見ました。黒だと結構重たくなっちゃう、黒似合わないなってすごい思ってるからこそ、この首元に白が来ることによって、黒苦手でも着やすいかなという感じの T シャツです。今バレーコアっていうのがトレンドっぽくて、ミユの結構大好きなドンピシャな系統なんだけど、それも抑えてるかなって思います。長さはこれぐらいなので、ミユでおへそぐらいなので、結構短めなポップスかなと思います。はい、はい、ということで次がこのワンピースです。で、これもめちゃめちゃ可愛いわ。今初めて着たんですけど、なんかすごいふわっとしたシルエットでめっちゃ可愛かったです。なんだろう、本当に体型カバーもめちゃめちゃしてくれるのに、こんなにシルエットが綺麗なの本当にいいなって思います。ゆとりがすごいあって、もう着苦しさとかが一切ないワンピースですね。柄はこんな感じで、お花の刺繍がある感じの柄ですね。え、これもめちゃめちゃ可愛いし、ここになんかリボンというか、ちょっと調節ができるみたいな紐があって、これもともとちょっと肩結びみたいな感じになってたんですけど、ミユはリボン結びにしてみました。で、これリボン結びにするとめっちゃ可愛い。なんかちょっとドレスっぽい感じも若干するので、いろんな場面で使えるかなと思います。普段使いも全然できるなと思います。長さは148センチでもこれぐらいの丈で着れる丈感ですね。サイズ展開で0サイズがあったので0を買ってます。はい、ということで次がこのワンピースです。このワンピースはもう柄が可愛すぎて買っちゃったんですけど、耳丈すぎないワンピースっていう感じですね。なんか、まあ、想像よりちょっと長かったかも、耳的にはスタイル悪く見える位置なような気もするけど、ちょっと肩
肩をこうやってつまもうかな。これぐらいで着たいなって思います。膝はちゃんと見えてた方が身長的に綺麗に着られるのかなと思います。めっちゃふわっとするワンピース、ハートの生地で、ここにちょっとフリルがついてるのでシンプルすぎない感じがめっちゃ可愛いです。なんか生地もねちょっとワッフルっぽい感じで、若干分厚い気もするんですけど、腕がないので夏も着れそうだなという感じです。なこれも今トレンドのバレーコアなアイテムかなと思います。これもめちゃめちゃ可愛いです。はい、次がまたキャミワンピなんですけど、チェックのキャミワンピで、チェックのキャミワンピそんな持ってなくないと思って買ってみました。すごいふわふわした生地で柔らかい感じの生地なんですけど、もう軽い透け感もすごいある生地ですね。ペチコートとかはちゃんと履いた方がいいかなという感じなんですけど、めっちゃ可愛いです。でデザイン的にはリボンとかもついてるのがめっちゃ可愛いし、ここにもティアードがあって、中をちょっと短いトップスとかにしたらここから肌見せできる感じのキャミワンピですね。透け感はこんな感じで、ヒール履かなくても履ける透け感かなと思います。肩でちゃんと調節ができるので、これでもうちょっと上がるし、フリーサイズでも全然着られる丈感でした。はい、ということで次がこの T シャツです。ちょっと珍しいグレーの T シャツを買ってみました。でもこれ柄が猫ちゃんでリボンもついてるので、グレーで落ち着いた感じではあるけど、まあこれもガーリーに着られるかなと思って買ってみました。まあシンプルな T シャツなんだけど、猫ちゃんの柄が入ってるからシンプルすぎず着られるかなと思います。袖の長さはちょっと短めですかね。丈感は若干長くてちょっと中途半端な丈感だなと思うので、ミユはインしてきると思います。まあでもインして絶対に出てこない丈なので、それはありがたいかなという感じです。はい、はい、ということで次がこちらの T シャツです。これは、まあ、T シャツといっても袖がちょっとパフスリーブになってる感じなんですけど、もう見た瞬間に買うって決めたくらいもう一目惚れしたトップスですね。黄色も欲しくてちょっと2色買いしちゃおうかなって今考えてます。生地的にはちょっと薄めな感じです。これがめちゃめちゃ可愛い。青色の小花柄ももうミーはドンピシャすぎて、これは本当に可愛いです。でこの袖のパフスリーブ感とかも本当に可愛くて、二の腕とかも気にならないかなと思います。長さ的にも丈感はさっきのグレーの猫ちゃんの T シャツと同じぐらいの丈感です。なのでミーはもうすでにインしてこういう感じで着たいなと思います。はい、次が半袖パーカーみたいな感じですね。え、これめっちゃ珍しくない？ミーはこんなの着てるの。でもなんかすごい惹かれて買っちゃいました。ちっちゃめの半袖パーカーかわいいと思って買ってみたんですけど、どうでしょうか。もう見て、ポッケが胸の位置ここよポッケ。こんな感じでちゃんとパーカーなんだけど短めのそんな感じですね。これ形といい長さといいめちゃめちゃちょうどよくて可愛いです。だからミユで結構本当にちょうどいいから、結構ちっちゃめな作りなのかなという感じです。フードも大きめで可愛いですね。これは前開けてこうやって羽織みたいな感じで着ても可愛かったです。これはおすすめです。ということで次はこのトップスですね。急に長袖になっちゃったでもまだ夜は肌寒いし全然着れるかなと思って買ってみました。でこれも花柄で、ピンク地に青の花柄、え、緑か、え、緑だ、え、青、何色だろう、
ピンク地に緑か青かみたいな感じの花柄、めっちゃ珍しいなと思って買ってみました。でも全然花柄の主張が柔らかい感じかなと思って、めっちゃ可愛い。ここの開いてるのも可愛いです。着るものによってはちょっと露出感がある感じで、袖とかも意外と長くて指先まで隠れるぐらいなので、結構ゆったりめかなと思います。この辺とかもで、丈は若干短めくらいの丈で、下にリブがちょっとついてるので、こうやって出してても可愛い気がします。まあこれはインしても可愛いですね、絶対。前後ツーウェイで着られるみたいで、前はちょっとスクエアみたいな感じになってるんですけど、後ろは丸首な感じになってるので、シンプルに着たいときは丸首で着たらいいかなと思います。はい、次がこのペプラムビスチェって感じですね。これはもうちょっと一気に夏って感じになっちゃったんですけど、すごく寒いです。ちょっとニットっぽい生地のビスチェですね。これもめっちゃ可愛くて、このニットっぽいビスチェにこのチュールがついてて、めっちゃ可愛いですね。こうやって肩があるみたいな感じなんですけど、これは中のチューブトップの肩なので、ショルダーがついてないタイプの、ほんと胸で止まるよっていう感じのビスチェです。ペプラムになってるから、まあ当たり前にお腹が出てるのはわからないし、こうやってデニムと合わせたりしても腰回りとかも気にならないし、これ着るだけでワンポイントになるなという感じのアイテムですね。で、チュールなのもあって結構トレンド感もあるし、これはめっちゃ可愛いです。これぐらい肩あっても可愛いかなという感じなので、こうやって合わせたりしたいなと思います。後ろはちなみにこんな感じでバッテンとかなってる、ちゃんとデザインのあるので、これもなんか可愛い。だからこの合わせめっちゃ可愛いです。でチューブトップも新しく買ったやつなので、ちょっと今着ちゃったんで見えないんですけど、とっても着やすいです。はい、次がこのボレロですね。夏にめちゃめちゃ大活躍しそうな薄めのボレロっていう感じなんですけど、この辺にフリフリってついててめっちゃ可愛いです。生地的にはすごい薄くて夏ちょうどいいっていう感じですね。穴開いてる感じの生地です。なんかこういうのはほんとキャミアンピとかに羽織っても可愛いし、何にでも使えるかなと思って買いました。結構短めで可愛かったです。こんな感じでボレロでした。はい、オフショルのブラウスです。これめっちゃ可愛い。なんかもう大人っぽいし可愛いしみたいな、めっちゃ男の人受けしそうなトップスですね。どうだろう、わかんないけど、勝手にそう思っちゃったんですけど、なんか生地も透け感のある結構落ち着いた感じのドットなので、なんか可愛すぎないっていうのがめっちゃいいなって思います。オフショルって結構基本的にすごい着崩れとか着にくさを感じると思うんですけど、これはなんかもうオフショル用に作られてるからか、これが通常運転って感じでめっちゃいいですね。肩は中のチューブトップなので肩はついてないです。軽く肩落としてみるとこんな感じで、ほんとなんもない感じになるトップスですね。でもミエはなんかこうあった方が安心感があります。これ多分オフショルじゃなくても使えて、肩をこうやって上げると普通にトップスとしても使えるやつだったと思うんですけど、まあ、正直見た目はめちゃめちゃ可愛いんですけど、もう脇がありえないほど詰まってて、もう本当に絶対脱いだら跡ついてるよくらい脇でちりとまりそうです。まあでもこれは多分もともとオフショルで作られてるから、まあ見た目的に可愛いからこっちで着てもいいよみたいな感じだとは思います。なんかこれこの辺のボリュームも結構あるから、ない胸があるように見える上半身にボリューム感が出る、結構いいかも。後ろまで可愛い。はい、こんな感じでした。
こっからはちょっと小物とか着られないものとか紹介していきます。まずはね、バット付きキャミソール、これ着られないわけじゃないんですけど、生地がちょっと花、お花みたいな感じになってて、これ1枚着てなんか羽織るのでも使えるかなと思います。で、次もパッド付きキャミソール、色が欲しいなと思ったので買ってみました。これは嬉しい、肩で調節があるので調節できます。紐が余っちゃうのが多いので肩で調節ついてるのがめっちゃ嬉しいです。はい、で、靴ですね。この靴めちゃめちゃ可愛い。思ったより可愛かった。ちょっとシルクっぽいテカテカした感じの生地だから、めっちゃガーリーになる感じのサンダルです。トレンドのバレーコアアイテムっていう感じですね。この生地だよね。で、結構ちゃんとヒールもあって使えそうかなって思います。で、こっからがカバンですかね。まず1個目がこちらのカバンです。これはちょっと前に買ったんですけど、もう全部チュールみたいな感じのカバンで、透け感とかもあるの。結構色の濃いものを入れると透けました。荷物はそんな入らないですけど、まあ、ちょっとお出かけくらいだったらいけます。ここまでチュールになってるのがめっちゃ可愛くて、あとはここでキューって調節もできるので、こうやって肩掛けにもできるし、ショルダーにもできるよっていう感じのアイテムです。もう本当にただワンポイントで入れたいとかだけでもめちゃめちゃ可愛いのがおすすめアイテムで、こっからちょっと白いバッグばっかでアホなのかなって自分でも思うんですけど、まず白いバッグ一つ目、めちゃめちゃ大きいトートバッグ。え、こんなに大きい？なんかモデルさんが持ってる感じそんなに大きい感じしなかったんですけど、自分が持ったらめちゃめちゃ大きかったです。これは低身長あるあるでしょうか。なんだろう、いつ使うんだろう。ちょっと難しいんですけど、荷物が多い時使えたらなと思います。肩も革で太めなので肩とか痛くならなそうだし、また肩ついてた。荷物はたくさん入るので使い時が来るかなと思います。ポコッケもあるし、これめっちゃありがたいかも。飲み物と携帯とか入れられるのでめっちゃいいです。チャックじゃなくてこう開くタイプなので、チャックどうせ閉めないミユからしたらめっちゃいいです。で、中には内ポッケが1つあります。で、次もちょっと大きめなんですけど、こんな感じのバッグです。これも結構ちょっと荷物が多い日に使うかなという感じ。まあでもこれはディズニーとかにぴったりかなと思って買いました。これは取り外しができるんだけど、チャームみたいな感じで可愛い。大容量なのでディズニーにぴったりですね。可愛い。で、バッグラスト、なんかちょっと一体化しちゃってる感じはするんですけど、これもこちらもトレンドバレーコアアイテムです。え、みゆ結構好きなんだな、こういうの。シルクっぽい感じの生地で、なのでもうトレンド感満載のバッグなんですけど、もうなんか注意点としては巾着みたいな仕様で、大容量なんだけどここがリボン結びされてきてて、どっちもほどかないと口が完全に開かないっていうので、いちいち大変じゃないとは思いました。見えだったらここで結んじゃうかな、か取り出しやすいぐらいの広さで両方でリボン結びしておくかなと思います。まあ、ちょっと考えます。見た目はめちゃめちゃ可愛いですね。なので使いたいなと思います。で、ここからはアクセサリー、リボンのこういうのが欲しくて買いました。リは今前髪伸ばし中なので、こういうリボンのアクセサリーで前髪を留めたいという感じで買いました。これもちっちゃいパールって可愛いなということで買いました。ヒリアのビーズの指輪ですね。このパールが入ってるのめっちゃ可愛くて買ってみました。で、最後カチューシャ、ちょっと細めのここにワンポイント入ったカチューシャ、ベロア生地で可愛いです。これも買ってみました。え、めっちゃ馴染んだ。どう？馴染んでる気がする。こんな感じで可愛いかなと思います。
で最後こちらのうさちゃんです。もうこういうのばっか買っちゃうのは良くないんですけど、めちゃめちゃ可愛かったので買っちゃいました。これはまあよく持ってるトートバッグとかつけられるかなって思ったので、買いました。結構大きくて可愛い。もうこれでワンポイントになりそう。いろんなところに連れて行きたいと思います。ということで、最後結構超特急だったんですけど、こんな感じでミユの夏服購入品紹介でした。いやー、もうすごい量だったんですけど、やっぱトップスが多めかな。ボトムス系は気に入ったものがあるとそればっか履いちゃうのがあるので、そんな困ってはないかなという感じです。はい、こんな感じでちょっとでもこの動画が参考になったよって思ってくれた方、高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、以上、みえでした。バイバーイ。